ラジオなのにロケ？ロケなのにラジオ？台本もない行き当たりばったりのロケで何が起こるか誰にもわからない。この番組は僕、ヨナガ翼と僕、畑中タスク、そしてスタッフさんたちが男同士で成り行きで遊ぶ様子をお届けする番組です。っていうかね、ほら最近の子たちはみんな歌うまいからさ、いくとほらそんななんすかコンプレックスみたいな感じなるじゃない。いやいや、あ、俺こだわりあるんでいいんですか。エコーをちょっと下げたいっす。すごいこんなになってるんで。なりゆきナイト。はい、皆さんこんにちは、夜長翼です。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、畑中タスクです。はい、ディレクターの竹本です。牧野です。それでは今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、寒くなってきましたね。すげえ寒い、芯から冷える。はい、そうですね。ね、今ちょっと外で撮っておりますが、もうね、はい、ちょっと寒いので早く中に入りたいんですが、うん、今日は何をするかと言いますとですね、はい、ちょっとずっと前からやりたかった、うん、男同士でカラオケに行こうかなと。うん、ついにカラオケに行く。いいです。いや、カラオケ、そうですね。男同士で、まあ、行くとこなくなったら必ずカラオケ行きますからね。うん、そうですよね。確かに。学生やっぱりそう、カラオケ多い。いや、大体だってやることで、カラオケか、なんかそういう、なんかほら、玉突き、なんだっけ、ダー、ビリヤード。何玉突き？ビリヤード、ビリヤード。ビリヤードとかボール。大体まあ、1軒目なんか居酒屋とか行って、でそうですね、2軒目どうしようっていう時になんか、ね、もうカラオケ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 じゃあ行くみたいな感じが定番だったりとか、ね、まあ若い頃はするかもしれないんですけど、うん、そうです ね, ねまあちょっととりあえずね、行ってみたいななんて思ってたので今日はね行ってみたいと思います。じゃあですね、その辺にいろいろカラオケあるので、うん、歩きながらですねちょっと探しましょうか。おや、では早速行ってみよう。おーい、超久々カラオケ。マジですか？ずっと何くらいぶりですか？全然行ってない。もうほんと1年ぶりとかぐらい。全然行ってないや。マジですか？だってなんか一人カラオケとかでボイトレのためとかで使いませんか？やんないの俺。基本家で練習しちゃうから。じゃあ歌とかも。そうですね、家でやっちゃう。じゃあ使わないかもしれないですね。そうそう、確かにあの役者仲間でこう飲みに行ってそれで帰りカラオケ行くってことは確かに僕もあんまない。っていうかね、ほら最近の子たちはみんな歌うまいからさ。行くとほらそんななんすかコンプレックスみたいな感じなんですか。なるじゃない。いやいや、ちょっといいですか。どうしたんですか。ヨナがさ、はい、自分の歌にちょっとコンプレックスがあった。ありますよ、僕歌うまくないから。いやだってトリうまくなりたいんです。トリグラルさんでやってるじゃないですか。ちょっとどんだけやってるんですか。かれこれそうですね、もう2年3、4年ぐらいやってますね。だってトリグラルだけじゃなくて全何万という人の前でマラソンから歌ってるようにするんで歌ってますよ。じゃあ実はちょっとコンプレックス。うん、コンプレックスですよ。だって本当、だってここにいるタスクなんてね、めっちゃうまいから。いや、そんなことないですけど、でもいやちょっとまさか夜中さん自分の歌そういう感じで思ってたっていうのは今初めて知りました、ね。うん、めっちゃ思ってるよ。いやいやいや、だってあんなライブすげえのに。いや、やってるけど。一人で歌ってるじゃないですか、何千何万という人の前で。やってる。しかも振りも完璧だし。やってるけどさ。さてさて、この辺結構カラオケがですね、たくさんいっぱいある感じですね。なんか、賑わってる感じがするよ。なんかよく行くカラオケ屋さんとかってありますか？僕は大学の近くにあった歌うんだ村。もう分かる、俺も歌うんだ村だった。いや、そうですよね。カラカンかね、カラカンか歌うんだ村だったね。なるほど、うん、でしたね。ちょっとこの辺でちょっといくつか選んでみましょうかね。はい、今のカラオケもなんか機能どんどん良くなってるでしょ。今のカラオケってあの1年前とそんな変わんないと思います。そんな変わんないと思います。本当に。じゃあそこの大きなカラオケ屋さん行こうかなと思うんですけど、おじゃあ早速入ってみましょう。うん、行こう。814ってことかな。8階ってことか。
こっちはマキロさん85だ。ごめんなさい。いやこのラブホテル行ってる時思い出すよ。すごい思い出す。815。あ、ここだ。ああ、すいません。ああ、なんかいい。いいっすね。じゃあ、なんか飲み物とかフードとか、ちょっと頼みましょうか。うえい。うえ。うえい。うまそう。ポテト。ああ、ポッポか。ポッポ。お、タコチップ。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 オッケー。オッケー。お、thanks。はい、じゃあ送っちゃってください。何が来るかじゃあ楽しみということで。すげえ来ますよ。え、マジで？時間あんまりないからね。いやー、楽しみ。オッケー。オッケー。じゃあ、早速歌いましょうか。Oh yeah。はい。じゃあマジか。これでか、これであれできる。これでカラオケモード。一発目じゃん。あ、カラオケって書いてある。本当だ。わ、超久しぶり。一発目。行っちゃいますよ。じゃあ新曲アニメアニメ、今のアニソン知らないからな。俺も今あんま詳しくないですね。詳しくない。カバネ歌うんですか。あれ女性ですけどね。こーあえて、うん、あえてのカバネです。あえてのカバネ。これ自分でやったらどれぐらい出てくるんだろう。トリグなんて。いやいや、もう絶対ありますよ。ちなみにあります。わかんないんですよ。俺久しぶりだからどれぐらい入ってんだろう。俺あれかな、夢色キャストかな。じゃあ普段ちなみにプライベートでカラオケ行ったら誰の曲歌いますか。うん、俺は星野源。実際にずっと星野源。確かにね、今の流行りの。あ、もう今、あ、明日忘年会で歌わなきゃいけないから、じゃあちょっと練習しとこうかな。いいじゃない。今日は練習で。今日結構入ってた。濃い入ってたよ。ちなみに与永さんは誰の。うわ、すげえ。俺キンキです。トリグレルめっちゃ入ってますね。え、入ってます。めっちゃ入ってた。めっちゃ入ってた。びっくり。めっちゃ入ってますね。めっちゃ入ってる。びっくりした。じゃあタスくんは星野源ですね。星野源。やっぱり星野源。例のやつ最近の来た。知らない。あ、来た来た。予約。はい。俺どうしよう。マジで。あ、俺こだわりあるんでいいんですか。はいはい。エコーをちょっと下げたいっす。ああ、これすごいこんなぐらいなってるね。エコーを。エコー。これこれか。でミュージック上げてもらってもちょっと。わかりました。うわ。まさかのカラオケがラジオに長。いい隣の街がくれたら色めき。風たちは運ぶわガラスと人との群れ。意味なんかない桜しがあるさ。花を咲かせて君のもとへ帰るんだ。物心ついたらずっと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から。いつか見えなくなるもの、それはそばにいる子。いつも思い出して君の中にあるもの、距離の中にあることを、恋もしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ。うまいな。明日酔っ払いながらこれ歌わなきゃいけないんで全力で練習しとかないと。僕です。決めたら僕です。色好き、ありがとうございます。
くなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して森の中にあること恋をしたのあなたの指のまざり、本物香り夫婦を超えてゆけ。すげえ。これで俺ダンス覚えなきゃいけないですよ。え？ダンス覚えて。今日夜帰ってから。泣き顔も黙る夜でも揺れて、いやでもやばい、いつまでも胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して君の中にあるもの、鳥の中にあることを恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ、二人を超えてゆけ、一人を超えてゆけ。そういうやつ。そう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 。なんか踊れ、なんかちょっと踊れそうっすよ。覚えたの？マジっす。なりゆきメール。はい、またね、同じなりゆきメールですね。うん、前回に引き続き、また、ファンミーティング目安はこのコーナーですね。ちょっと出てればなと思います。うん、もう早速行きましょう。じゃあ早速ね、お願いします。はい。なりゆきネーム真っ赤なチェリーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。夜中さん、タスク君、こんにちは。こんにちは。次回のファンミーティングの企画を募集するということで初メールしました、うん、ありがとうございます。今まで頭ポンポン会とか指切り会とかいろいろありましたが、うん、今回は初心に戻って、うん、拝む会、うん、拝む会なんてどうでしょう。拝む会本当は二人に会えるだけでもありがたいイベント、今やどんどんハードになっている接近戦を初心に戻ってファンのみんなは手を合わせるので、その手を外から包み込むなんてどうですか。あ、なるほど。見た目は面白いと思います、はい、初心なんだこれ。それかファン側になってみようかい。移動するのがお二人で、スタッフさんに肩をトントンされて次のファンの前へ行くなんていかがでしょうか。どっちも未だかつてないイベントになると思います。衣装はお二人が着てみたいけど着たことない衣装が見たいですっていうことです。なるほど、斬新だね。斬新。この人拝む会と逆にファンになる会みたいなね。逆ファンになる会なんすか。じゃあファンが一列に並ぶんすか。かもしくはもう並んで、あ、席をこう移動していくか。早く済みそうですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました、ね、っていうね、一人一人に感謝を伝えながら結局ファンの人も外に出てってもらわないと終わんないですね。うん、僕らが出てって終わるってことですか。最終的に、うん、僕らが中にいたファンは最終的にはどうなるだからもう最終的にアナウンスでお気をつけください。しっとり帰ることもいいですけど、しっとり帰ることもいいですけど、確かにね、えでもまあ拝む会より前なんかちょっとニコ生の時で2人でこうやって手合わせみたいな、うん、ちょっとやったかもしれないんで、まあその流れなんですかね。逆にこれは逆にハードルが高いような気がします結構ね。いやーでもどうですか。でも多分包むだけでしょ。包むだけだったらほら簡単ですよ。わー、あったかい、ありがとうっつって言える、ありがとうって言える、ありがとう、あったかい、そのぬくもりを伝えて終わる。合わせたら面白いんじゃね。だからそのさ、あのスタッフさんにこう肩を叩かれるのと今のやつ合わせてこうファンの人がこうやってくれてるのを僕らがこうやってありがとうって触って、じゃあ次ですって言ってありがとうってやってくっていう、もう感謝が溢れ出してその人にとどまっちゃうから、いやみんなに伝えなきゃっていうことですよね。移動して
いや面白いね、まあ、でもねちょっとね、うん、できるかどうかわかんないですけどですね斬新でもちねっ前からチェリーさんねっ、はい、ありがとうないところから来ましたね、ねまあ、はい。ではちょっと続いては、うん、これ短いですけどちょっと今の方に行きます。はい、おーい、こちら成り行きネーム夢野さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら企画なんですね、うん、20秒間ハグしながらお話すげえ20秒間か。そして、続きまして2ショット3ショット4ショットチェキ会1人2枚までだって。そして最後そうぞ隣同士で座って5分ほどお話し会。うわもう普通にドキドキするやつこも普通にドキドキするやつ。なんだろう、抽選だよね。20秒って結構長いですよ。20秒ね。20秒ってホストクラブと間違えてでも汗かいてきそうですよね。なんかすごいよね。20秒って言ったら人のぬくもりで汗かけますよ。一気にだからグンってハードルが上がったよね今ほっぺんプニプニ界から進化してた。隣に座って5分間だったさ、20秒間ハグとかだったらすごい。20秒って、うん、結構長いね、うん、でもちょっと待ってください。じゃあ200人をだから1人5分だとしたらいやもうイベント1回しか1回どころじゃない。なんていうんですか、もう1000分でしょ。1000分俺1000分も人と話したことないかもしれないですね。人生で何時間だって話したことない。大変だね。すごいな。さすがにねちょっと難しいかなねえ3ショット2ショット、まあ、4ショットぐらいはね。ただこれぐらい欲望をむき出してちょっと皆さんのやりたいことを書いてもらえるとなりゆきナイトならではですよね。ならではですよ、うん、これを僕は黙らかしてなんとか頑張って通します。いやなんでや、なんだと、どうも黙らかせるスケジュールの取り方おかしいんだよ。2日間に渡ってるんだよあれこれもしかして5分話すやつ決まったかな。確かに本当になんかね一人とかね二人とかの、ね、ちょっと時期はね、ちょっと時期くらいだったら限定で、うん、かもしれないですね、うん、またやってみるとね、うん、抽選で時期会やりましたもんね、うん、前ね当たった人にスリーショットチェキっていうのはやりました。やってますね、うん、はい、これもまたちょっとできるようにちょっと頑張って調整します、うん、約束はできませんが、うん、はい、まあこういうのもね、うん、やりたいことを皆さん書いていただけ、そうですね、そういうメールですので、引き続き僕らも検討していければなと思います、うんうん、ナイス。はい、じゃあどうしましょうかね。これいってみましょうか。じゃあ早速お願いします。はい、なりゆきネームレンコンさんからいただきました。ありがとうございま す。白いカッターシャツに黒か紺のパンツに白衣を羽織ってみてはいかがでしょうか、ね、そこに眼鏡がプラスされてとても陽気です。私が看護学部生だということもあり、うん、白衣には見慣れているのですがやはりいいものですよ、うん、でそして企画案もありますね、はい、借り物競争、うん、会場のお客さんの持ち物を借りてやるとみんなで参加できて楽しいかと思います、うん、放送内では今回は頭ポンポン今回などはしないかなとおっしゃっていたのですが、うん、個人的にはまた開催してほしいなと思っています、そうですね、今までイベントに参加できなかったので今回はぜひ参加したいです、楽しみにしてますとのことでしたこれ、ね、なるほど ね、 これね。でも確かにそのなんだろう、白衣着てなんかシャツじゃないけど、うん、やるの。衣装案としてはね、衣装案としては白衣、確かに白衣はなかった、今までやったことない、うん、医者っぽいのをやってみたいですね。確かにそうだね、うん、でメガネもあるよ ね、うん、ね、いいですよね。白衣着てる先生こう腕まくってさ、うん、やってる先生とか診察でやってくれてる先生がいるとすげえかっこいいなと思って。女優さんはすごい綺麗だしさ、うん、やっぱ腕見ちゃうんだねみんなね。そうですね、うん、腕見ちゃうやっぱりあの筋肉とか見ちゃいますもん、うん、から白衣だったらなんかいけそうだね。白衣ワイルドにも着こなせるし、うん、綺麗めにも着こなせるし、結構定番の、まあ、萌えステーションなのかな、ね、うん、みたいな。そうですね、うんうん、まあ、これは今回かどうか分かんないですけど、いつでなんかちょっとやってみたいな、ね、いけそう、うんうん、でまた企画案も借り物競争、確かにね、結構やってらっしゃるイベントもありますし、うん、ファンの、ね、うん、方と出会えるんだったらこういうのもありかなーなんてはちょっと思います、うん、そうですね、うん、どうですか、やったことありますかね。
カルボル競争なんかでやった、なんでやったの？バスツアーでやりましたね。あ、やったんですか。もうやれてるんですね。もう安倍さんたちカリモルをやったね。あにゃんこでもやったわ。確かに。なんか成り行きならではのなんかカリモル競争みたいなね。なんかまたちょっと違うやり方。おお。やってみたら面白いかもしれない。そうですね。まあね、でもみんなやっててまた来るってことは結構人気の面白いでしょうね、やっぱね。じゃあちょっと今後も前向きに検討していければ。うん。ありがとうございます。ではもう一つ。うん。こちら岩永さんお願いいたします。はい。了解です。こちら成り行きネームゆかちんさんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ユニアガさんいや噛んでるように聞こえますよ一瞬。違うのよ本当に、ね、これこうって書いてあるんですね。あのユニアガっていう言いにくいな。大変なんですよ。ユニアガさんタスクくん、はいはい、はい、初めてメール&ファミに参加します。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも母親と行きますと。うわ大丈夫やべえよ。ユニアガさんのファンで私は付き添いって形で行きます。ファンミのイベントで、うん、あだ名で呼び合うとかどうですか。その時にいるメンバー皆さんが特別みたいな空間だったらいいなと思いまして、よろしくお願いいたします。ファンミ楽しみにしていますと。うん、おあだ名で、あだ名どお、お客さんにあだ名をつけているってこと、それともお客さんが僕らにあだ名をつけるってこと。お客さんが僕らにあだ名をつける方なんですかね。どっちだったかね。いやすごい。なんか結局この人がヨニアガさんって言って、ヨナガさんはその子の人をユカチンさんみたいな感じで呼び合うってことなんですかね。呼び合う。みんなでね、まあ、それじゃあそれね呼んでほしい名前っていうかね書いてもらったりとかね。確かに名前呼び会やもついでにやりましたもんね、うん、あれちょっと人気あったっちゃあったかありましたね。やりましたね。そういえばね、皆さんお店の名札をつけてもらって、何々さんまたねみたいなのを、うんうん、やりましたね。ありましたね、まあ、そういうことなんですかね。そういうことなんですかね。会場みんなでやろうっていうことなんだろうね。多分そういうことですね。そういう今回とかに参加できない人も、うん、その会場全員でできるっていうことでどうですかってことだろうね。あとちょっとお母さんと、そうなんです。お母さんもするんですかね。だからこの人初めてでしたっけ。メールをね、この人はですね、メールが初めて、ファンミも初めてです。はい、あら、あだからお母さんと来るのかな。そっかな、なりゆきナイトの方は聞いてくれてるはずで、でもアニメートタイムズでほら移行されてるから、まあラブホーカイとかも聞いてるわけですよ。お母さんももしいらっしゃって一緒に楽しまれるのであれば相当ファンキーですね、うん、相当ファンキーな。でも分かんない、お母さんがタスクのファンなのかもしれないし。そういうことあるんですかね。いや、あるある、全然あるあるある、全然あるよ、だってね、こうやってでも、うん、親子でね、来てくださるなんてね、大抵すげえ、ありがたい。見ると感じは、私は付き添いでっていうことはお母さんの方が逆に聞いてるね、可能性でちょっとあるかもしれない、ね、成り行きないと。なるほど、濃い楽しみ方をなさってるってことです ね。ちょっとチケット当たってるといいですよね。ねえ、いやでも本当にもし来ていただけたら ね、ご家族でもし、そうですね、楽しんでもらえる、まあ、楽しんでいただけるからね、そうですね、ファンに、うん、ちょっとじゃあこの件もちょっと検討していければと思います、うん、おい、はい、というところはちょっと今回のメールはここまでということで、はい、以上なりゆきメールでした。はい、おい、ございます。こちらですね、暑いのでお気をつけくださいませ。ありがとうございます。失礼いたします。うわ、うまそう。うわ、めっちゃうまそうこれ。取り分けていいですか。どうぞ。どうぞ。うまそーい。3、4、5、6、7、8。うまそーい。ちょうど。ちょうど。はい。こちらオニオニングタワー。おーい、すげー、これは定番の定番なんですよ。きたきた。あれ、ヨナガさん、玉ねぎって何でしょう。大丈夫、俺、ないから大丈夫。あ、すいません、中入れちゃって、ヨナガさん、前当たりします。よいしょ、これ、なんだこれ、すげー。これは、たまりすぎなんですか。でかいでかい、イエーイ、これで全部ですか。これで全部。おー、来た。
すげえすげえ。さあ、じゃあ俺下手くそだけど歌うね。ぜひ。でもこれ多分知ってる人ほんと知らないと思うよ。これ聞いてる、聞いてる人も多分。あ。おお。めっちゃ久しぶり。イエー。Yeah.